ルズルロック第2弾は、フロムサのキュースケ&トワイライツ、ワオ。何が間違いで何を選ぶのさ、何が必要で何が理不尽で何を捨てるのさ、何が愛しくて何が悲しくて何を守るのか、何が足りなくて何と確かめて何を欲しがるのさ、もういっぱい熱いこの日が、Thank you.
く。クリスキャンのトワイライズです。いい感じだね。東アジアも暑いぜ。今日はね、曲がないんだ。話すよ、喋るぜ。あ、とりあえずトワイライトの行き先を出します。勘弁してください。キュウスケ、本日ベース正規の人いたんですけど、仕事が忙しいということで、不在となり、3人でやろうと考えたんだけど、友達を呼んでやりました。まず、ファイアフラードが持ってるのが、今俺はジュンクジョにとってこいつのバンドって逆に手伝ってるんだ。だから手伝いっこしてる。そういう中、フロムカゾ、篠塚秀臣、オッくん。しかもね、先ほど貢献しましたデジタルディレイ買いました。ジェイさん、踏みました。踏みました。一踏み入りました。使えます。そりゃそうだ。あっちの席は。そしてその奥の知り合いで俺と同級生だったオンベース井村くん。井村くんはねすごいよ。今日で会うのが4回目です。それで、あと正規旧助メンバーオンドラムス、ミスターいいね川島哲平で、フロム小山遊園地ママだから来たミスタージェントルマン本田翔吾私、キュウスケ代表取締役、高島純と申します。どうぞよろしく。僕、後じゃ喋んないからさ。ノリノリで行こうぜ。大ヒットナンバーやるよ。
ルジャパン。姿勢悪いか。寒だから。もうこんな感じに用はねえや。帰らないと俺たちが帰った。頑張ってるように見えないのか。お任せします。
本当にマジで、ね、すると店長の口から思いもよらぬ提案が、それまでにもう一本準備させていただきますので、聞き比べて気に入った方をお持ち帰りくださいなんて。43年間味わったこともない優しさだった、少なくともその日までだ。今日まで生きててよかった。アーメン。足取りも軽くなった9月26日月曜日、島村楽器の担当者、いつもの節になれますか。俺が答えた10月5日には行けると、それまでに用意していただけますでしょうか。どうも。はい、承知いたしました。おやその日担当者は不在、店長に代わってもらい5日の水曜日に行く旨を伝える。あいにく担当はその日も休みですが、と店長は続けていった。はっきりと。かしこまりました、お待ちしております。かしこまりました、お待ちしております。Yeah.
にフィクター持参して歩いたイオンモールショップ店内軽く挨拶をして椅子に腰掛けて待ってた。やっと現れた店長開口一番
これがライブだから気持ちが上がったからでしょ。死ぬとしたメンバーだけど、そっかそっか、だそうです。はい、おかげで俺たちこれでトネガワタで帰ります。トネガワタで帰ります。英語か。甘野川に帰らなきゃいけない。織姫と会えるのは今夜だけなんだ。ほっといてくれ。それを全部俺に任せてくれ。俺が背負っていくぜ。そんなことジェン、ジェン、ジェンかっこいい。上がってろ。Oh,
believe it's time to get back, Miss Patty. You don't see the only one. You serve me here with hurry, guys. So I'm with you. ありがとうございました。